ヘンリー・アルバート・バウアーは、アメリカ合衆国入りのイシュー・セント・クレア軍、イースト・セントルイス出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、ウトウミギウチ。1941年に、シカゴ・ホワイトソックスと契約して、プロ入りするが、ほどなくして、アメリカ海兵隊に入隊した。第二次世界大戦後の1946年には、ニューヨーク・ヤンキース入りし、1948年に、 メジャーデビュー。ヤンキース第三次黄金時代のリードオフマンとして、発するプレーを売りとしながら活躍した。盗塁は、ほとんどしなかったが、長打力があり、1949年から10年連続2桁本塁打、18本の先頭打者本塁打を放った。1956年には、自己最多の26本塁打、84打点を記録した。 ワールドシリーズでも1951年には第6戦で優勝を決定づける3.3塁打。1956年の第1戦から1958年の第3戦にかけては17試合連続安打のシリーズ記録を樹立している。また、1958年のシリーズでは4本塁打を放っている。その後、カンザスシティアスレチックスの選手、 監督を経て1964年に、ボルチモア・オリオールズの監督に就任した。1966年のワールドシリーズでは、ロサンゼルス・ドジャースを相手に4連勝して、シリーズ優勝を果たした。オリオールズの監督退任後は再びアスレチックスの監督、ニューヨーク・メッツ参加のトリプル A 級、タイドウォーター・タイズの監督、ヤンキースのスカウト、カンザスシキロイヤルズのスカウトとして活動した。 ありがとうございます。